今日は桜と梅が水切ってあるので植え替えようと思います。だいぶ徒長してるな。まあこんな大きいやつはちょっとカムラからフレームアウトしちゃうので、ちっちゃいやつでいきましょうか。よいしょ。まず剪定しないとね、これ植え替えらんねえから、こんなでっかい葉っぱのやつは。よいしょ。はい、桜です。剪定していきます。ちょうどこの時期剪定の時期なんですね。それに合わせて植え替えようと思います。よし。まあね、よくわかんないんで適当に切り戻していくだけですけど、2節もあれば十分でしょう。これはちっちゃいからそのままでもいいな。葉っぱ2枚から3枚元まで戻ります。こんな元から吹いたんだな。あ、こいつ作り直せるな。ちょっと戻そうか。だいたい切りましたけど、まだ多いので歯切りしておきます。大きい葉っぱ全部切っちゃおう。こんな感じで全部切ってきますよ。はい、剪定と歯切りが終わりました。ここで作ってたんですけど、なんか知んないけどこんな元の方にいっぱい芽吹いてきちゃって、これ大幅に縮小できるな。まあ今年やんなくてもいいけど、近い将来、ね、いいとこから胴吹きしてるし ね、いいとこから胴吹きしてるんで、ここ先いらないよね。うん、まあ桜花見るもんなんで、あんまりちっちゃくしてもしょうがないんですけど、ある程度枝あった方が花がね、たくさんついていいんだけど、まあこの木はちょっと将来楽しみだぞ。よし、終了。続けて剪定だけやっちゃおうかなと思います。あー、これ終わっちゃったな、この木。あー、桜を咲かせて桜んぼが止まってるけど、まあ、美味しいのかね、まあ、食べたことないですけど、この木はちょっと枝枯れが、こいつもダメだろうな。下の方から順に枝が上がってきちゃったな、上ばっか。よし、これも同じように剪定していきましょう。葉を刈り込んで剪定終了。ちょっとここ枯れそうなんで遊ばしておくことにしましたけど、ここはあ、こう来てねえな、こんな胴吹きいらねえな、真上に立ってるやつ。うん、結局この木も上の方だけここに集まっちゃったな。まあいいか。どんな木、ちょっと角度変えた方がいいかもしれない、植え付けの。はい、さ、植え替えようか。鉢から抜いてみましたけど、どっちの木も根の状態は良さそうだね。結構いい加減の扱い。花咲く時以外は桜なんてほとんど相手にしてないような、相手にされないような樹種なんですけど、一応元気そうだね。よかったです。さ、根処理しましょう。はい、根処理まで終わりました。こんな根でした。こんなね、こんな木、あ、これちょっと傾けると面白そうだな。うん、これどうしようかな。うん、この枝が強かったらいいんですけど、弱いんでね、この枝いらないぐらいだしな。ちょっとここだけで作ることを考え直した方がいいな。傾けた方がいいか、じゃあ。よし、まあ、鉢探してきますか。ちょっと大きめがいいな、前より。はい、植え付けに取り掛かります。はい、桜2本の植え替え終わりました。結局切り詰めちゃったけどね、あっちこっちで少し倒したかな。まあここ元気になってきたらここで作れるね。はい、ここもまあ前回と同じ鉢も、鉢がなかったんですけど、あとここら辺針金で伏せ込みたいな。
まあ、今やると弱っちゃうんでここでやめます。さあ今日はちょっと植え替えが多いので急ぎます。はい、桜2本植え替えて今年の桜の植え替えはこれで終わりです。葉っぱが大きいんでね、だいぶ小さく切りましたよ。こんだけ切っときゃちょっと植え替え時期としては遅いんですけど、なんとかなるんじゃないでしょうか。ちょうど剪定時期に合わせて植え替えてる感じだと思いますけど、はい、桜は終わり。次に梅に取り掛かってます。どこで切れんだこれ、全然わかんねえ。適当に切っちゃおう。これ切れねえな。1節2節で詰めていきましょう。うん、これはね、これは非売だったかな、何だったかな、忘れちゃって長いな。ちょっと葉っぱも刈り込んでおいて、こんだけ切っとけばちょっと植え替え時期としては遅いんですけど、なんとか持ちこたえてくれるんじゃないかな。ちなみに本体は枯れてしまいました。やりたくてやったわけじゃないよ。これ来てるかな、これ来てんのかな。あ、生きてた、赤いからな。まあいいや、来てないからこんだけにしとこう。はい、梅の剪定が終わりました。5月なんでね、まあ剪定適期だと思いますけど、梅はこれでこの剪定に合わせてこのタイミングで植え替えちゃおうと思います。枯れちゃった割には一応元気なんじゃねえかな。こんな感じの根でした。映ってるかな。あ、枯れた跡もあるな。これいいか、どうやってつけよう。あ、斜めにした方がいいかな。ここ突っ立ってるとかっこ悪いから、前分鎮だったんだよな。よし、いいや、やりすぎるとろくなことなんねえから、ここから。はい、植え付けようと思います。ちょっとこっちにいるな。なくなっちゃうからこのままにしときます。はい、終了、根処理できました。はい、梅の植え替えも終わりました。ちょっとこの木たちはね、失敗しちゃったんですけど、まあいろいろ教えてもらうことも多かったのでね、大事にしてあげようと思ってますけど、こっから頑張って作り直そうと思います。うん、梅は肥料だよ。はい、梅と桜もなんとか植え替え終わりましたけど、日差しが強いな。これはどっかに保護しておかないとね、数日ね、根が落ち着くまでちょっと日陰に避難だね。はい、これはレンギョ、
毎年植え替えてるけどね、これ1年でこんなになって鉢から出ちゃう。でこっちは後輩用のカイドウかな、実が止まっちゃってますけど、さ植え替えようと思います。大幅に緩めておきました。どっちもね、はい、ちょっとおまけですけど植え替え時期をしたね、木を剪定しながら植え替えてるわけなんですけど、まあ一番厄介なやつにこういうやつがいるんだよね、特にこっちが花盛りってやつね。まあこれ見物じゃないと思うんで、花咲かせるだけならまだいいんですけど、これ花咲かせて力落としてね、枯れちゃうんでね、うっかり植え替えるとね、これ全部落とさないといけないんだよね。だからこれの花とか枝を剪定きれいにしてから植え替えようと思います。やっとかないとね、植え替え後に枯れちゃうんでね。はい、じゃあこいつ、まあこれ植え替え忘れなんだよな、ね、パンパンだと思いますけど、うん、鉢から出してみましょう。やっぱやっぱりポットから出したら根がいっぱいでした。太いのも走ってるね、うん、ちょっとやっぱ植え替え飛ばすわけにいかないんで、今年植え替えようと思います。今から、うん、全部取らないといけないから大変だぞこれ。まあ 枝ごと切っちゃうと思うけど、はい、さあザクザクいっちゃいましょうかね。どのぐらい長さいるんだろう、こんなもんかなり戻っていいと思うけどな。ここら辺頭にしたいんで、それより長いところはここを頂点に葉っぱのある位置見ながら切り戻していきます。まあこの手の白鳥毛とかこういう木は盆栽になるのかな、長い目で見てね、見たことないんであれですけど、年輪のできない木は盆栽にならないっていう意見もありますけど、本当かね。この木が年輪できないかどうか知らないけど、この樹種が実際見かけないよね、古い木は。こんな感じで2本とも樹形見ながら剪定していきますよ。ここ強いな、いらん。よいしょ。これ流れこっちよな。木の流れこっちってことはこっちに強い枝いらないな。もっと追い込んでいい。じゃあ、さあここどうするかな。ここでやめとこうか。よし、こっち来てこれいるのかな、切っちゃうか。やっぱり切っちゃうことにします。こんだけ、あ、変なの切っちゃった。まあいいや、枯れちゃうかな。こんだけ詰めちゃえば、よいしょ。そうすると今度こっちが長くなってきちゃう。ちょっとやりすぎちゃった。よし、いいや。まあ、よしんば枯れてもね、この上から取ればいいし。よし、こういった方がいい。という感じでもう一本やっちゃいます。2本剪定終わりました。こんな木になりました。だいぶ切ったね。こんな感じ。つぼみも取ったと思うけどな、ほとんど。まだ花残りそう。当分咲かないでしょ、これなら。うん、当分咲かないと思うけどな。はい、植え替えします。
はい、植え替えまで終わりました。ちょっと鉢上げしようかと思ったりもしたんですけど、まあ植え替え時期ちょっとね遅かったんで、時期が遅いんでね、植え替えがね、まあ、今年はこれで、今回はこれで我慢して、次チャンスがあれば鉢上げしてあげようかなと思ってます。これは終わり。